こんにちは。今日は2023年の3月27日、ついにワールドベースボールクラシック2023 WBC の決勝戦、日本対アメリカの試合がここマイアミのローンデポパークで行われます。で、今が午後4時ぐらいなんですけど、ちょうど開門したので、日米両野球ファンが今野球場の中に続々と入っていきますね。もちろん日米両野球ファンだけじゃなくて、結構マイアミの街歩いてるとプエルトリコとかドミニカのキャップかぶった方とかがいらっしゃるので、まあ、そういった今まで、敗れていった国のサポーターの方たちも、まあ、見に来てるのかなっていったそういう感じがしますね。で、今日はちょっと昨日もすごいいい席だったんですけど、今日めちゃめちゃいい席座るんで、今回このPNC ゲートクラブっていうなんか VIP ゲートみたいなこういうところから入ります。Thank you. Thank you. うわーすごい。Thank you. なんかもらいました。なんだろうこれ。My, it's mine. Okay. Logo with the phone. Sorry. Thank you. Thank you. Next, please.わあ、これがなんかビップラウンジみたいなとこらしいです。すげえな。うわ、ここからもう直結してんだ、グラウンドに。多分ここでね、食べ物とかドリンクも飲めるらしいんですよ。まあそれは後ほど来ます。で、このなんかさっきもらったこれと、あ、ありがとうございます。なんかもう一個なんかこの証明書の腕輪みたいなもらいました。うわーすごい。うわわわわ、日本代表練習してますね。うわ、昨日の席と段違いだ、近さがえぐー。これはこの席です。日本のベンチがすぐそこにあるんですよね。うわーすごい、今までの人生で一番いい席だこれ、間違いなく。噂には聞いてたんですけど、本当に飲み物タダでした。これはなんかお酒らしいですね。飲んでみますか。本当に報道陣レベルのすごいいい席ですね。1点差に迫る犠牲フライを打った山川選手がバッティング練習してます。めちゃくちゃ近いですね。ちょっと一旦ラウンジを見てこようかなと思います。やっぱり今聞いたらこのビュッフェ会場みたいなのが全部無料らしいです。ちょっと腹ごしらえしようかな。うん、うわ、めちゃくちゃ美味しそう。こんなのも食べていいのか。こんな美味しそうなステーキがタダでいただけるなんてもう最高すぎますね。これは大会のロゴ入りカップケーキだそうです。ちょっとお肉が美味しすぎるのでおかわりいただきました。なんかね、さっきから結構な量焼いてるんで、目を離したらめっちゃ増えてるんですよね。今試合開始1時間40分前なんですけど、ぼちぼちお客さん増えてきましたね。日本人だけじゃなくてアメリカ人の方もたくさんいらっしゃいます。で、なんとね、お寿司もありました。あ、ちょっと暗いかな。こんなちょっと見づらくてすいませんが、お寿司もあります。なんか私は絶望的に盛り方のセンスがないようです。いや、試合開始前にお腹いっぱい食べれて大満足ですね。あ、ここにベンチのカメラがあってベンチ内わかるんだ。すごいですねこれ。今まだ選手出てきてないですけど、この辺のいわゆるVIPシートと言われてるあたり、やっぱね、座席もちょっと違くてすごいふかふかなんですよね。座り心地も最高で、もう
グリーン車みたいな感じです。ここにねドリンクとかスナック菓子とか置いてあるんですよ。でこういうのもね自由に取って勝手に食べていいそうです。まあ、ただ私だったらこの中にステーキがあるのにスナックを食べるということはしません。ちょっと水だけもらってこ、喉乾くかもしれないし、余ったら持って帰って宿で飲みます。今もうラインを引いたり試合をする最終段階に入ってるように感じます。すごいあのラインを直線に引くようになんか装置を使ってますね。この辺は MLB のお偉いさん方でしょうかね。さっき MLB のロブ・マンフレッドコミッショナーも横通ってったんですよ。いつも球場でアナウンスしてる女性アナウンサーの方がここでなんかスタンバイしてますね。Hi, I hope you do nice job. I hope you do nice job. Thank you, I appreciate it. Good luck. Thank you, man.今試合開始30分前なんですけど大混雑ですね。ラウンジは松坂さん、松坂さん、最悪だ。トイレ行ってたら村上のホームラン見逃しました。まあ、トイレはめちゃめちゃ綺麗なんですけど。よし、惜しい。あったあった。
Thank you.
はい、第5回ワールドベースボールクラシック日本優勝しましたね。最後大谷がトラウトを三振に取って終わりっていう、もう筋書き通りの展開で見事優勝、素晴らしいですね。まあこの ありがとうございます。このラウンジ名残惜しいですが帰ろうと思いますということで、まあ、日本優勝してすごい嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。